アンパンズキッチン。みんな、コアンタレブー。アンパンです。ニセパンです。アンパンキッズ TV です。今日は、粘土でお料理アンパンマンで、豪華なお子様ランチを作ろうよ。あら、素敵ね。今日ね、でもこのアンパンマンのやつでね、いっぱい料理作れるから、私ちょっと腕によりをかけて。あら、楽しい。あ、なんか書いてあるわよ、ちょっと。あ、そう。これね、いろんなお勉強できるの。あら。指先と色彩と、あと他のもいっぱい勉強できる。全部読み切れてないわよ。早速、料理始めていくわ。楽しみだわ。なんか尺が多いわ。じゃあ早速、まずはこの茶色の粘土で、このコネ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 して、よくもんでよくもんで、そう、このね、グリルにこうセットするの。あら、すごいわね。これグリルなのね、これは。そう、グリルだけど、これここにステーキとお魚とピザを焼く型があるの。これ型なのね。グリルだけど型なのね、これ。そう。で、このこうキュッキュッキュッって詰めていくと、しっかり焼き上がるのね、綺麗に。あら、これお魚と全部ステーキ一緒にやっちゃうのね、これね。まあ、そうね。これ生臭くならない、これ大丈夫？もう全部ちょっと臭くなるけど、それもいいトッピングだから。ああ、じゃあ一気にやっちゃう感じだね。はい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 。これもグリルセットして、その間に他の料理も作るわよ。あれ、今何できたのこれ。今これハンバーグ。あ、ハンバーグ。え、フライパンの上に直接ハンバーグ作っちゃうのこれ。そう。あら、でもこれね、ちょっと見てみよう。これこれ、あ、アンパンマンの顔になってるわ。かわいいでしょ。でもちょっとプレートに対してハンバーグ、ハンバーグ小さすぎるわこれ。私こういうとこの遊び心忘れてないの。あ、そう、遊び心なのねこれね。あ、見て、これパスタ、パスタ今作ってる。あら、極太の立派なパスタね、これ。ちょっとニョキニョキ、あら、美味しそう。ニョキニョキって出て、そしてここで唐辛子を切ってるの。あ、これひょっとしてあれ、ペペロンチーノ的なあれね。そう、あれはやっぱね、男も女もちょっとスパイスがあるわ。そう、気をつけて、ここ刃物はね、お母さんにやってもらってね。危ないわね、吹き飛んでるわね。もちろんね。で、こうジュージューって炒めます。あ、いい匂いしてきたわ。こうね、唐辛子をね、しっかり焦げない程度に炒めるのが美味しいポイントよ。あれ、よく知ってるわね、あなた。ジュージューってパスタも絡めて、はい、もう完成よ。あら、あんまりね、炒めすぎちゃうとね、ちょっとパリパリになっちゃうから。これパスタ棒すぎない？これちょっと大丈夫？一回グリルも焼き上がりました。見て見て、これ、これ。あ、立派な。どう？ステーキよくできてるじゃん。美味しそうでしょ。ステーキとお魚もしっかり焼けました。あら、湯は美味しそう。これはアジです。アジだもんね、あれね。で、これはピザです。具が全部黄色よ、これ。全部チーズよ。あ、チーズなのね。はい、問題です。ここからスペシャルのお子様ランチにするために何を作る？あ、オムレツです。あ、答え言っちゃったじゃない。オムレツよ。あ、帽子じゃないの、あれ。バリがえらい残ってたわよ。ここからちょっと忘れてたんだけど、ハンバーグに目玉焼き乗っけるの。あ、そうなの。俺、目玉も破れてない、これ、なんか。ちょっと固めが好きだ。あ、固めなのね。固めが好き。あ、ね。あ、固いのね、固いの。そうね。そうね。流さないで。次、これ、みんな大好き。エビフライな。ちょっとここでね、あ、分かった、これヤングコーンね、これ。トウモロコシ、トウモロコシ、トウモロコシ。あ、ヤングコーンじゃない、同じかしら、同じかしらね。結構みんな大好きなウインナー。これもちょっと見づらいんだけど、これアンパンマンがね、分かるやろ。あら、ウインナーね、これ。はい、出来上がりよ。あら、いっぱいできたわね。今日はみんなが大好きなお子様ランチをスペシャルな感じで作ってみたの。美味しそう。でもなんかちょっと茶色と黄色ばっかりね、これ。ボリューミーよ。あ、ボリューミーね。そう、やっぱり若い子はね、そういうのが好きだから。これで若い男の胃袋、がっつりいくのよ。あら、まいで掴んじゃうのね。まあ、よし、今日は粘土でお料理アンパンマンでスペシャルなお子様ランチを作ったわ。とってもいい匂い。次回は海の男にも愛されるようなシーフード焼きそばを作るわよ。いや、だったくまし海の男大好き。しかもシーフードだって、エビがプリッ。見てね。あ、見てね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。